仲間大会最終試合、開幕です。お相手は大悟さん。最後を飾る、そのパーティーとは600族統一か。最終決戦にふさわしいパーティーだぜ。ガブリアスはマッシブ運でもポリツーでも相手できるので、傲慢打対策をバッチリ決め込みたいところ。7ポサイドンだな。サザン勝ちときついが、ポリツーがトリュー張ってくれれば問題ない。最終決戦。これに勝てば幼女と遊ぶ権利が得られる。そんなもんねえよ。行くぞ。ポセチャンネルオールスターは、種族地の壁を越えてみせる。大悟さん、対戦よろしくお願いします。バンギラスが初手、これはバクアドすぎる。これで防御特防ともにカチカチのドサイドンが出来上がりました。やったぜ。アクアテイルゼットバンギじゃないといいね。そんなマイナーなバンギに当たったら運がなかったということで。ああ、こりゃユーマイ積んでくるやつだな。もしユーマイアクアテイルならマッシブンは1ヶ月ポージング禁止にしますが、多分大丈夫でしょう。むしろ身代わりしたことにより一発で落とせる。ふう、俺の神聖なるポージングは守られた。でもって、2体目はサザンか。格闘が一貫するからラストはマンダかな。全部ドサイドンで相手できるね。どうすっかなぁ、角ドリルしよっかなぁ。でもこの大会で打った角ドリル全部外してるぞ。角ドリルを多用するのは犯罪だからやめようね。エッジ打っとけ。毎回命中するお前もいい加減にしてほしい。3体目ガブリアスじゃん。問題ないよ。ということは？ということは？俺にとって最高の舞台というわけだな。筋肉が躍動する。だがしかしマッシブンを出すのはまだ早い。ポリツーをクッションにして様子を見るよ。今回すげえ真面目に実況してるな。最近すげえ丁寧に説明するポケモン YouTuber が現れたじゃん。対抗しようと思って。よそはよそ、うちはうち。俺とポリツーがいる限り丁寧な実況なんてさせないぞ。そうだぞ、そんなの視聴者求めてないぞ。この2体は一体何者なんだよ。ここ、めちゃくちゃかっこいい読み決めたくない？決めたい決めたい。ポリツーを受けるためにバンギが出てくっから、売り出しマッシブン降臨でどやろうぜ。これで超二体面を作ることができた。誰か一気確実に落とせる。俺、大丈夫。しかも砂嵐がここで打ち止め、タスキを守れる。ガブが来たらどっちみちタスキ意味ないけどね。デートの主人公はこの俺だ。じゃあな。お前は初期の方で主人公と対峙する悪役ポジだぞ。ラブザラン。強さんが来ました。交代だね、サザンドラナ。あん時の筆戦からもう一年経つのか。時が経つのは早いな。それでどうだったんだ？できたんだろ、友達。できたんだろ、友達。できてません。うちらはチャンネル登録者数多くないから、もっと増やして目につけてもらおうぜ。なんで自分から話しかけるという選択肢を取らないのか。バカだからじゃない。あれ、もしかして次の流星群受けられそうにない？まあまあ、流星打たせれば弱体化するし後ろでなんとかなるでしょ。ポリツー、あとは俺たちに任せろ。前回の、2000年の、プリキュア幹部パーティーと、戦いたかった。元ネタをコメントで教えてくれた人、サンキューな。あれ倒したら、幼女先輩が、僕のファンになってくれた。絶対ないと思う。バンギラスで俺に勝てないからサザン好きだろうな。バンギが出るイコール砂でドサイドンの特防が上がる。いいことずくめだね。バンギラスよ、出たばかりのところ悪いか。消えな。格闘技が一貫するとほんと気持ちいいですね。5世代の頃よく見た風景。昔も今も虫技の通りは。マスダ、何でもするから虫の一貫性改善してくれ。ドサイドンで倒すか、流星群を打たせるかの二択。どっちみち運が絡むのがあれ。ドサイドン、サイコさんの意地を見せてくれ。決めろ。はい、はい。まだチャンスはあるし。砂ダメで倒せそうだし。段階下がれば大文字受け切れるぞ。てか多分ドサイドンこれ耐えるよね。私たちの勝ちだ。魂のロックブラストをくらい。ああもうめちゃくちゃだよ。悲しむことはない。むしろ主役を立てるための行動だと思えば。ポセチャンネルが主催した仲間大会だ。最後は俺の一撃で決着をつけるのが筋ってもんよ。俺、参上。たとえ好みが燃えようが、俺たちは勝つ。
な、なんとか勝利で終わることができたよ。やっぱり、イクメンが最強なんだぜ。第5戦、対戦感謝だ。いや決めとけよ。とりあえず次も見てね。じゃあな。